5秒前、4、3、2、1。エンタメ、チーチーン。お願いしイまェーイ、よろしくお願いします。す。お願いします。はい。はい。ということでね、始まりましたはい。ね。エンタメはい。ティーチーンですが、はい。早速なんですけど、このエンタメティーチーンはですね、進行役を今からじゃんけんで私たち3人の中で決めるみたいなので、ちょっと決めてもいいでしょうか。突然なんですけど。突然ですね。そうなんで突す、ちょっと然。今、突然で今、私もびっくりしはい。ているんですけれどびっくも、りしてるんですけど。はい。勝った人がね、進行役になるので、やば。3やば人いでジャね。ンケンしたいなと思ってるのよ。結構、進行役ってはい。大事なんで、そうですね。だね。いいでしょうか。このはい。リモートいや、で、ジャン俺ケやンりしてたもい。いい？やりたいな。勝ちやたいりな、た俺。いね。ちょっと考えてね。いや、そう。ちゃん何とを考するえかてね。ない。さあ、何それ。ちゃんと考はえい。てやりたいんですけはど、い。いいですはい。か？じゃあ、じゃんけんの掛け声は誰が言います？じゃあ、ひろきくん、いい？オッケーオッひろきくケー。ん、OK。行くよ。行くよ。最初はグー。じゃんけんぽん。あれ？こあれれ？は。これは来ちゃったんじゃないですか？私。これ、いいあれですよね、か？買った方ですよね。勝った人。勝った人？では、進行しちゃうんですけれども。あら。いや、でも、全然あれだからね、コウキ君とかも、ガンガン、進行ガンガ役ンね。を、はい。奪い取っていただけたらと奪い思うん取っでてすけね。ど、はい。じゃ一旦私、進行役、務めますね。はい。お願よろいししくお願います。す。でしょうか。じゃあ、はよい。ろしくお願いします。でお願は、いします。今回は、私が、本日ね、進行役を務めさせていただきます。カノンです。はい。よろしくお願いいたします。はい。お願いします。お願いしはい、どうしまよす。う。司会とか初めてなんだけど、しっかり、仕切りますの で、はい、よよろろししくおく。願いいたします。一はい。つね。ということで、はい。もう一ついっていきますね。はい。このエンタメティーチーンとは、俳優さん、アーティスト、監督、文化人などが、それぞれ PR したい作品を紹介したり、楽しくおしゃべりをするコンテンツとなっております。はい。はい。ということでね、これは今から自己紹介を皆さんにお願いしたいなと思っているんですけれども、今、どっちから行く？じゃ、後期かな。俺から行くの、これ。今からちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。自己紹介ですね。自己紹介。じゃあ、させていただきます。お願いします。自己紹介ですね。山下幸喜です。大阪府出身、21歳、俳優をしております。皆さん、よろしくお願いします。お願いしおま願いします。す。で、今回ね、ガチ恋年はい。中中で、はい。どういった感じなんでしょうか。ああ、どういった感じ？そうですね。そうですね。どういった感 なんか、じ。その、ガチ恋粘着獣、コズミックという配信グループの、まあ、リーダーなんですけど、リーダーのコスモ役をちょっと演じさせていただいてて、で、まあ、次に、自己紹介される方の、同じ配信者グループなんですけどね。もう、そうね、ですね。そう、久しぶりなんで、その、お二人に会うのも、こうやって。だから、まあまあ、なんか、ちょっと緊張してますけど。確かに、ちょっと 緊張す緊る。張、久しそぶりのう、みんズーなムの越しで緊張してますけど、まあ、たくさんいろいろ喋っていけたらなと思います。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いお願いししまます。ドン。はい、ドラマ「ガチ恋粘着獣」で銀河役を、やってます。松本博樹です。よろしくお願いしまわあ、す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。終わり？ひろきくん、自己紹介終わひろり？くん終わり？もう終わり？もういいの？北海道出身です。北海道出身。北海、はい。で、一応、そうですね、今回、この3人の中では、一番年上です。確かに一番いいタイミングで。24歳になりました。はい、確かに。はい。こんな感じでごえ？ざいます。
あ、ちょっといいですか。ちょっと まだやる？はいはい。何ですか。お二人って、はい、あのこれは初めてなんですか？エンタメティーチインっていうのは。あ、私初めてでございます。あ、そうなんや。僕は一回やりました。あ、そうなんだ。一回やったんだ。こんな感じやった。こんな感じ。こんな感じ？こんな感じだったよ。あ、本当に。あ、本当。じゃあよかった。私がなんかもうすごい大丈夫かなって思ってたんだけど。いや、前回俺も司会やったから大丈夫。あ、そうなんだ。あ、そうなんや。言ってよ、うん、得意だったじゃん。お前。いや、でも楽しみやね。よろしくお願いします。楽しみですね、これから。お願いします。私か。はい、私は、今回ガチ恋粘着獣で、かぐやひなきちゃん、ひなき役を演じます、カノンです。はい。そうですね。基本、まあ、ひなちゃん自身も、コズミックの配信グループがとても好きで、うん、ガチ恋する、まあ、タイトルにある通り、まあ、ガチ恋粘着獣になっていく女の子なんですけど、うん、はい、ね。私自身はそんなことないよ、っていうことをやらせていただきたいと思います。はい。なるほど、はい。そんなことないよ、っていう。はい、東京都出身でございます。今22歳になりました。はい。はい、あ、おめでとう。よろしくお願いします。あ、あれ？じゃあ俺、同い年か？かのんちゃん。じゃあ。あれ？うん。っていう会話したな。現場でしたな、俺。同い年だね。したね。確かに、したね。したね。したな。うん。久しぶりすぎてね。え、そうなんです。みんなね、こう、会話するのがすごい久しぶりだよ。そうだよね。もう2ヶ月前ぐらいになる撮影は。いや、本当にそれぐらい経つよ、ね、だから、すごい久々感はありますが、はい、早くやっていきましょう。いきましょう、はい、はい。ということで、この3人の関係性ということですけど、はい、あの今回 PR させていただくガチ恋粘着獣で初めて私皆さんとご一緒したんですけど、みんなも、はい、よく見初めてです。初めてですね。うん。うん。ね。あ、そうなんだよね。みんな、はじめましてだけど、二、うん、人とかはすごい、コズミックのシーンからだから、なんか、私がクランクインしたときには、うん、もう二人はすごい仲いいイメージでした。うん、あ、クランクインがだって、コズミックのさ、撮影だったもんね。そうだね。その現場自体のクランクインがね、そもそも。うん、そう。最初からすごかったよね。ね。いやでもそれはね、うん、結構なんだろう、そのスバル役のソラ君と、うん、あと銀河役のヒロイ君にすごい助けられた、うん、助けられた部分があったとか、うん、2人とも自分より1つ2つぐらい年上で、うん、なんかこうすごいなんか仕切ってくれたというか、なんか積極的に喋りかけてくれたから、うん、なんかそれもあって現場も和んだし、うん、なんかコズミックの動画配信者っていうので、なんかグループ感ってやっぱり仲の良さとかってやっぱちゃんと出るから、うん、そういうのをなんか最初からナチュラルにそう自然にすごい作ってくれたのがすごい良かったというか嬉しかった。僕ができなかった部分やったからすごい良かったなと思います。ひろくん、ありがとう。ありがとう。いやありがとう。でもコウキもね、あの、うん、すごいその関西人というかさ、関西人だね、その、うん、すごいお笑いが好きな感じがね、うんうんうん、こう収録の合間とかにめちゃめちゃスタッフさんとか、うん、こう俺とかさスバルのこととかをもうなんかこう楽しくさせてくれてるから、うん、やっぱ結構そこで、はい、こうね、合間とかで、ね、うん、話してたので、うん、コズミックのこう仲の良さが深まったかなとは思うな、うん、はいはいはい、なるほど。それぞれそうね、こういい、そうそう、いい要素でお友達、はい、司会ちゃんとお願いします。はい、お友達になったのに、やばいね、カノンちゃん確かに司会おもろいな、なんかふわふわしてる、ちょっとやばいな、どうしよう。いやでもね、いいよ、このふわふわ感ね、結構好きよ。あ、ほんと？早くともこのみんなで空気のような感じを届けていきましょう。空気のような、まだまだあるんだよ。まだ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 あるんです。私読むとこいっぱいあるから、うん、今ちょっと今。はい、苦戦中だから。
ちょっと頑張っていきますので、あの次の話題に参りたいと思います。行きましょう。はい、行きましょう。行きます。では、ここから PR 作品を紹介していきますね。はい、まずは、はい、私たちが出演している、ガチ恋粘着獣の予告映像をご覧いただきましょう。うん、どうぞ。上手だよ。あいつらが消えれば、泥船が沈めば。やっぱお前かよ。全部あいつらに持ってかれるぞ。プライドとかねえのかよ。黙れよ、クソが。ドラマ、ガチ恋粘着獣。はい、ということでご覧いただきましたけども、はい。ではまず、この作品のストーリー説明をですね、うん。皆さん、それぞれの役どころだったりとか、現場での、あの出来事とか発見など、まあ、ちょいちょいってみんなで話していこうっていう感じなんですけど、誰かに説明していきます、この作品のストーリー。なんだろう。まあ、でも最初私、あれか、ひなちゃんとすばるくんからスタートするので、話していきますか。あ、そうですね。うん、まあ、配信、動画配信グループに私はハマっている女の子なんですけど、まあね、それぞれ3人の、その魅力だとか、私はもうすばるくんで、もう一人ね、いらっしゃる、そらくんの、演じていてすばるくんにハマって、まあ、本当にガチ恋していって、で、まあ、すごい。止まったね。かのんちゃん止まったね。いいところでね。すごい。いいね、いいね、このライブ感、ライブ感いいよ。うん、ライブ感。びっくりした。ドッキリかと思った。ドッキリかと思った、俺も一瞬。止まる、止まるドッキリみたいな、ね。止まるやつだよ。止まるやつだね、今のね。止まってます、かのんちゃん。で、かのんちゃん、どんな感じですか、最近は。はい。なんか。はい。どんな感じですか、やばいね。え、しゅうくんさ、しゅうくんさ、最近何してたん、なんかあった？あー、最近はね、何してたろうな。なんかこれ、なんか、これ最近食べましたみたいな。なんでもいいけど。なんでもいいんやけど。何してたとかある？最近、家で、アスパラの天ぷら作りました。おい、すごいじゃん。ありがとうございます。料理は得意なの？料理ね、得意じゃない。ああ、来た来た。おー、来た、危ない危ない危ない、変な、変な俺の天ぷら話。ごめん あ、来た来た、あ、よかったよかった、ごめんごめん、大丈夫、待って、止まって、こっちも動いたよ、ちょっと待って待って、汗汗、ん、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、いけた、ひろきくんのアスパラガスの話があったんやけど、よかった、来てくれて、うん、本当よかった、アスパラの話は聞きたかったけど聞けなかったわ、うん、ちょっと焦っちゃった、アスパラ美味しいよね、美味しい美味しい美味しいよね、天ぷらがいいよね、カノの天ぷら、そう、天ぷら大好きですからね。で、天ぷらといえば何の話でしたっけ、カノちゃん。あ、そう、天ぷらといえばまずですね、天ぷらといえばじゃないですね、そう、まあスバヒナっていうね、その私の演じているひなちゃんとスバルくんの、まあいろんなね、恋愛だったりとか、まあそれぞれの成長していく物語が私最初繰り広げられております、うん、はい、広げてね、まあ一章ですね、うん、うん、第一章ありますよ、でそしたらね、次ね、うん、ことちゃんたちと、うん、そうだね、主役になってきますね、はい、なんかもう第3話ぐらいからこう徐々にことのさんがこう、うんグッグイッとこう出てきて、で、なんか表してきて、でそこにコスモ、まあ琴乃さんはコスモ推しということで、うん、ガチ恋してるっていう、うん、なってて、うん、で僕はされるんですけど、うん、なんかこれあれだよね、9話と10話だよねの間ね、だよね、9話と10話の間だね、の間だね、そうそう、だから、なんかそれこそもう発展があるんですよ、もう
もはや確かに言えないけど貼ってはありますね。言えないけど、そのなんだろうな、もうコスモがもう琴乃さんと会いたいとか、なんか気持ちの変化もあったり、うん、そのコスモってもともとそのなんかそういうガチ恋してる人とか変な人は嫌いで、なんかもう、うん、もう普通にこう応援してくれる方が好き大事にするっていう、うんうん、スタンスでやってたんやけど、なんかいろいろあってこうぐちゃぐちゃってなって、で琴乃さんに助けを呼びかけるみたいな、なんかこうコスモの気持ちの変化だったりもうすごいもう見えてきてるから、なんかその辺がねすごい演じてて楽しかった、うんうん、かな。で、うん、琴乃さんもなんかすごい言ってくれて嬉しかったのが、うん、なんか本当にコスモくんコスモくんだよねって言ってくれて、うん、なんかそれ嬉しい。そう、なんか読み合わせってあったじゃん、多分、うん、あったね、本読み。そう、あったんだけど、その時に初めましてして、そこからもう、うん、コスモくんがいるって思ってくれたらしく、うん、なんかそれがねすごい嬉しかったなっていう感じですね。はい、まあまあこれから本当にどうなっていくのかっていうところがすごい、うんね、僕もワクワクするし、もう、オンエアを見てるから、楽しみですねっていう感じです。確かに、楽しみですね、はい、それ。はい。はい。